TV 今日は宇宙ビールね、宇宙戦争、僕がいつもやってる宇宙ビールをめちゃめちゃ集めたっていう、僕のビールをね、僕に教えてくれた人が宇宙旅行っていうのに誘ってくれたんで取材に行きました。平川くんです。どうも平川です。食のファン、食のファンって本当、いや、ありがとうございます。いいえ、今日ね、今日宇宙ビールね、そう、俺が好きって相談したらめちゃめちゃあるよって言って何種類あるのしたら、何種類？ 25 です。変動でしょ。25はやばい。集めました。俺だって8回やって前回負けたから、8回中1回しか勝ってない。もう、25っていうことは25回勝ってるってことなんですよね。勝って普通に宇宙戦争皆さんやったらわかるんですけど、相当勝てないからね。って感じで、まあ、すっごい楽しみに今日は宇宙旅行に来ました。お楽しみ。ありがとうございます。なんでこれあげるかって、だいたいユニレコ TV はね、山口県内のことしかダメなんですけど、じゃあ、宇宙ブルーイングっていうのは山梨なんですよ。じゃあなんであげるかっていうと、宇宙ビール、一個一個、出るたびにね、量が決められてるんですよね、ビールって。特にそういうこだわってるビールって量が少なくて、発送、商品になるのが、数が少ないんですよね。少ない。それを山口県がめちゃめちゃ買い占めてるっていう。この現状。山口県民はもう山口地ビールさんもあるように、アジバリさんもね、ちょんまげさんもあるように、ビール大好き。これを、まだね、宇宙を体験してない人に、うん、山口県民みんなビール好きなんで、できればいいビールを届けたいなと思って、ね、今回宇宙ビールさんの宇宙旅行に、お邪魔してます。今から25種類あるんですよね。25種類。ってことです。楽しみ、要チェックですね。すげえ楽しみ。ポッポッ。全部飲んでいいですか？全部いいです。全部いい。全部いい。太っ腹。すげえ大変だったじゃん、25種類。すげえ大変だった、ね。でもシェアしないと、やっぱり。ね。そうだ、ありがとうございます。で、ずっとね、飲んでるとことか映したいんですけど、やっぱこう、一般の方もいられるんで、飲んでるとことかいうのは、そうですね。一応、カプツン内にあるんで、はい、まあでも一応楽しいの撮ろうと思うんで、25種類制覇するぜ。前回は失敗したけど、今回は25、全部いくぜ。ああ。これ何縛りなんですか、この、宇宙の、この先の、第一銀河は。これ何縛りなのね。マスター縛り。マスター抜かすと、あれです。宇宙惑星縛り。太陽系的な。惑星縛り。ああ、いや、なるほどね。あ、いや、マーキリー最後正解さ、なんとと。とりあえずこのもう全部これ開いちゃってるんですけど、何かな。全部美味しかったけどね。やっぱマスター半端じゃないですね。ぶち上がっとるね。まだ半端じゃないですね。マスターやばい。本当めちゃめちゃうまい。まあ俺は結構やっぱマーズ。好きかな、やっぱり。マーキュリーもね、うまいけどね。マーズ。いや、でも、オールトゲザーが好き、俺は。マーズのエロいの。まあ、オールトゲザー好きっすね。美味しい。まだまだこんな感じで、宇宙旅行、続いていきますんで。だって、まだ惑星何個目？惑星っていうか。2、4、3分の1。8？ あと3、あと2倍。今日25。25。25ですよね。25種類の、宇宙制覇ですよね。制覇する。はい。なんで、まだまだ続きますよ。制覇するっこれ、先ほどに続き、第二宇宙、ドン。ウェイ。イェイ。これは何縛りですか？これ可愛いですね、全部。でしょ？ジャケット。これジャケット縛りです。あ、そういうこと？白ラベル縛り。白ラベル縛り。大人遊びか。大人か。多分、ストームが最後がいいかもしれない。あ、かしこまりました。あ、なるほど。飲む順番大事ですもんね。そうですね。でも、バースは今日来たばっかりなんで。あ、どれ？バース。バースね。俺負けた。負けた。今日祝っちゃおうぜ。これ今週あったやつですよね、バース。確か火曜日かなんか。そう。月曜か。だから今日もう来た。7月7日でしたっけ？です。7月7日のあれですよね。です。確かうちのユニレコのプラムっているんですよ。うん。ユニティアードの店長プラム、7月なんか誕生日で、うん、僕絶対勝てるんすよっつって負けてましたね。それぐらい宇宙説は厳しい。まあじゃあ次はちょっとこの5つを攻めます。ね、これ。これ誰が作ったんですか、これは。ふみくん、ありがとうございます。いただきます。当て大事ですよね。大事。じゃあ宇宙旅行大変なことなってるじゃん。最高です。今食べてる宇宙食ですよ。これ何、さっきバース。バースどれでしょう。今来た。これ
これ今日今届いたばっかり、僕は負けたんですけど、まずね、これ勝手に飲んでます、完全にね。いやこれちょっと宇宙旅行、これ伝説になるね。だっていや俺言っていい、どこの町よりもヤバくないこの部屋。やばい、うん、この宇宙旅行でできるもんならやってみろって話、マジで。宇宙ブルーイング、マジ俺たちが征服してるから。これからも全国の皆さん、舐めてたら宇宙戦争も勝てないよ。俺たちもうやばいからやっていきましょう。俺負けてるけど、ね、俺が言うの負けた。戦力外だけど。いやだからみんなで戦争に勝ち上がりましょう。これ映ってます、ここ映ってます。もうまだまだだって2、4、6、や、と、2、12、15、13で、やっと半分折り返し、折り返しでも飲んでないの、まだ、うん、まだ飲んでないからね。ここ飲んで折り返し、だんだんね、ゼログラビティだんだん無重力に近づいてきたけど、まだまだ征服するにはこんなのビビってられないですよ。今のところ途中経過で言うと結構やっぱマーズ俺好きなんやけど、これオールトゥゲザー、これめちゃめちゃうまいと思って、初めもうガツンとくるホップのオールトゥゲザーマジでうまいなと思った上で飲んで、マーズはやっぱエロいなみたいな、最高も女みたいな、美味しいって思った後もマスターこれ最強っす。宇宙さん見てるかな、見てると思うよ多分。宇宙さんこれ最強でした。ありがとうございます。まだまだ今から行くんで宇宙旅行よろしくお願いします。旅の途中バースもめちゃめちゃうまい。どうなっていくの宇宙旅行、これやばい、どんどんやばい、やばい、グレードどんどん上がってるから、うん、これ種屋さんの餃子ですよね。種屋さんの餃子です。どう、なんでこれおすすめなんですか。これ元パティシエさんが作ってる餃子で、うんうん、ものすごい美味しいんですよね。え、僕今期一番うまいと思ってます。パティシエが餃子作るの。そうなんです、転職してます。楽しみ。最高にうまいんで、ぜひ2個焼いて残りは明日あいつの弁当にしてあげようと思って。うわ弁当これって超最高そう。優しい、美味しそうですね。当て大事。そう最高です、うん、宇宙に餃子持てた感じですね。で、この何白いラベル、これ 6% なんでしょ、全部オール 6%。 これちょっとみんな衝撃なんじゃない、日本のみんな実はそうだったみたいな。なんか意図があんのかな、これ白いラベルは基本フルーティーですよね、でも、うん、全部意図があんのかな、これ宇宙の何なんだろうね。いや、宇宙マジで深いわ。これストーム、確かにラベルかっこいいですね。これずっと気になってたんですよ、これは。ストームですね。今までのやつ全然できます。なんかちょっと炭酸ジュースみたいな。なんかちょっとスコール的な。めっちゃ美味しい。もう匂いがうまいね。これ。うん、思いが入りすぎて。こんな軽くなかったかな。あ、さっきまで全部綺麗、結構良かった。美味しい。急になんだ。なんか。甘い風味っすね、うん、甘さが来る、なんかはつ、は、花、花の蜜みたいな甘さ、うん、どっち、ストームって俺結構X-Men の好きなキャラなんですよ、女の、これだけはちょっと好きだなと思ってて、やっぱり女キャラだけあって花の味っすね。何言ってんだみたいな。いやいやいや、もう宇宙も、宇宙旅行もうこれ13個目、うん、13個目の惑星なんだよ。折り返し、やっと折り返しです。いえ、最高です。宇宙さん続きますね。よろしくお願いします。ペアルックしましょう。ペアルックするぞ。ペアルックのせい、山口県なめんなって話じゃない。